瀬浜松市自主運行バスは、浜松市が主体となって運行する自治体バスの総称。1986年11月まで、地方公営企業浜松市交通部として営業していた浜松市営バスとは異なり、既存バス路線の廃止代替バスや、新規路線のコミュニティバスとして、民間バス事業者に委託する形で運行されている。運行業務は既存のバス会社や乗り合いバス免許を持ったタクシー会社に委託されている。以前は遠鉄アシストや秋葉バスサービスに委託されていた路線もあった。2005年7月の市町村合併により浜松市に編入された各市町村が運営していた自主運行バスを浜松市が引き継いだ路線もある。2010年10月までに無料だったものもすべて有料化されているが、有料化完了当初は運賃制度が2種類あり、対キロ運賃制、または均一運賃制となっていた。なお、当時はいずれも降車時に支払う誤払い制であったが、現在は混在しているほか、均一運賃も廃止されている。北区、浜北区、天竜区にて運行されている。以前は中区においても浜松市循環町バス、区、るが運行されていた。遠州鉄道へ委託されており、ナイスパスやワイドフリー定期券など、遠州鉄道発行の乗車券類が使用でき、区、る専用1日乗車券なども販売されていた。運賃は先払い方式の1日乗り放題で、大人200円、小人100円均一であった。区間別距離制運賃初乗り運賃は大人200円、小人100円。いなさみどりバス以外は、ナイスパス利用可能。ニコニコバス、細江地域バス、三尾津区市、バス事前登録制。予約が必要。ICT を活用し、細江地域全域で、デマンド運行を実施。月曜日と水曜日に運行。再編前は、以下の通り。いなさ地域バス、いなさみどりバス再編前は、以下の通り。三ヶ日地域バス、三が日オレンジふれあいバス待機路運賃制、遠州鉄道に委託。路線バスタイプの車両で運行され、ナイスパスや、ワイドフリー定期券など、遠州鉄道発行の乗車券類が使用できる。浜松バスへ委託。現在は、距離制運賃で、ワゴン車、または小型バスにて運行。通称は浜北コミュニティバス。遠鉄タクシーへ委託路線により運賃制度が異なる。春のふれあいバスの午前の便を除きすべて事前予約のデマンド制となっている。いずれもワゴン車での運行が多いが、利用状況により異なることがある。春のふれあいバス、立山ふれあいバス週ごとに運行曜日が異なる。2019年10月より、事前予約制運行となっている。天竜ふれあいバス2019年10月より、事前予約制運行となっている。区間別距離制運賃採用区間ワゴン車にて運行。私が島入口以北は、フリー降車となっている。いずれも以前は、遠州鉄道に委託されており、路線バスタイプの車両で運行し運賃は、対キロ運賃制であった。当時は、ナイスパスや、ワイドフリー定期券など、遠州鉄道発行の乗車券類が使用できた。三作母タクシーへ、委託北延本線2019年10月1日に、遠州鉄道より、浜松市自主運行バスへ移管。中型バスによる運行。三作母ふれあいバス2019年10月より、事前予約制運行となっている。距離制運賃で、小人は、大人の半額である。佐久間ふれあいバス。ありがとうございます。